これで満足ですか、お嬢様。私は執事になったばかりです。サービスが不満でも返品はできません。お嬢様、本気で遊ぶ気ですか？かわいいね。耳はいずれ消えるが、少なくとも今は俺の一部だ。そう気安く触られるのは慣れてない。猫の弱点には詳しいんだな。こっちもだ。お嬢様、本気で俺を他人のもとへ送る気か？そういう意味じゃない。その頭は何を考えてる？そんな幼稚な計画に同意した覚えはないんだ。それにお前は本当に俺が他人の猫になってもいいのか？切り札は用意済みというわけか。